前期15回にわたってエネルギーのことを教えてくれる授業です。エネルギーっていうとちょっと漠然としすぎちゃってるんですけど、例えば再生可能エネルギーだったり原子力エネルギーだったり、さまざまなエネルギーの仕組みだったりメリットデメリットを教えていただいて、その後自分たちで今後地球に生きていくためにはどのエネルギーを使うのがいいのかっていうのを考えさせられるような授業です。今までその原発の恩恵だけを享受しておいて、原発の持つデメリット、原発があることで精神的に不利益を被る人のことって考えてなかったなと思って、それは割と私たちの学科につながるところがあるとは思うんですけど、日本人が抱えてる問題をもっと知らないといけないって思った時に、やっぱ原発っていうのは絶対に外せないテーマだと思ったので、なんか仕組みからメリットデメリットで本当にそれってデメリットなのかなっていうところまで考える必要があると思ったので、この授業を取ったんですね。人権問題を考えていく上でも、政治の制度設計だったり政策だったり経済だったり、なんか多角的に物事を見て判断しないといけないと思うんですよ。いろんなことをちゃんと勉強して自分のその思考の土台を形成していく必要があるのかなと思って、あえて、まあ、法律を別に逆っていうわけではないけど全く畑の違う分野を学べる授業、科学と技術を受講しました。ヒューマンライツだけ学んでると原発って良くないよねっていう風潮を私は感じるんですけど、でもなんか一方で原発があることのメリットを科学的に事実に裏付けされたデータを見て判断する、人の気持ちを考えて作られた意見と事実に基づいて作られた意見の両方を見ることの大切さを学びました。エネルギー一つとってもただエネルギーっていう分野で存在してるんじゃなくて、なんか経済だったり政治だったり人が大事にしてるもの、価値観だったり、いろんなことが複雑に絡み合ってるのがエネルギーだと思うんですよ。社会だったり、それこそ、原発みたいに使うことで恩恵を享受できる一方、いろんな問題があるよねみたいな、そういう問題があるっていうことを知れるっていうのがまず第一ステップで、でそこからどう考えていこうか、どういうふうにエネルギーの設計していこうかっていう思考力判断力は授業を受ける前よりかは身につけられたと思います。先生は先生の正解を伝えないので、こういうこともあるよ、こういう事実があるよっていうその事実だけを教えてくれる、なんかいわば考え方の枠組みを教えてくれるだけなので、なんかそれが自分にとってとても心地よかったなって思いました。この授業は先生が質問にものすごく寛容なんですよ。質問する生徒にものすごく寛容で、授業の中で出てきた疑問を絶対に生徒が満足いくまで解決してくれる授業だと思うので、楽しんで学ぶことができるいい場所、いい授業だなって思います。小さな目標なんですけど、実はこの授業を受けてもっと福島を知りたいと思って、実際夏休み使って福島県に行ってきたんですね。原発の資料館だったり 3.11 の資料館だったりっていうのを実際に見てきて、大学で学んでたらその良さもあるけど、やっぱり教室を飛び出して知識を自分でつかみに行くことって大事だと思うので、自分が興味が湧いた時にすぐ飛び込めるような習慣を作っていけたらいいなって思います。